Yo, mattotta de, Hajime-chan. Ore ni hanashi tte no wa? Aikarazu aiso ga nai no. Ma, ee wa. Tokoro de, Hajime-chan. Sengoku Toranojou tte namae, shitteru ga? Sengoku? Iya, shirane na. 戦国は今日で指折りのご復讐や伏見にごっつい豪邸構えとる。はじめちゃんも見たことくらいあるはずや。それで、その戦国の屋敷に勤皇派の志士がぎょうさん匿われとる。戦国は裏で勤皇派に貢いどる危険人物っちゅうことや。それを取り締まるってことか。当たり前やろ。 わしら新選組やで。ならなんで俺だけに話すんだ。手柄の分け前減らしたないんや。せやから副長にも言うとらん。わしとはじめちゃんだけや。ほんで今晩二人で戦国の屋敷に踏み込む。あんた何を企んでいる。なあ、組む相手は俺でなくても構わねえはずだ。 長倉でも東堂でも。<笑>はじめちゃんは天然理心流を追ってうちに入隊したんやろ。金目当ての男やないっちゅうこっちゃ。そしたら分け前で揉めることもあらへん。ええか、夜になったら戦国んちの前に集合や。ちゃんと準備してくるんやで、はじめちゃん。 屋敷の中の状況は。ねえ、勤皇派の志士たちは酒飲んでどんちゃん騒ぎや。<笑>これから踏み込まれんのも知らんとアホなれんちゅうや。人数は。なもんどうでもええやろ。何部おってもわしらは押し込んで全員切りまくるだけや。 新選組に入ったかいがあったね。はじめちゃんも遠慮せんと好きなだけ切れや。あんたが新選組にいるのはいくらでも人が切れるからってわけか。<笑>他に何があるっちゅうね。さあな。くう、もうたまらんようになってきた。そろそろ行くで。準備はええな。 ちょっと待って。はじめちゃん、ここで、いつまでも待っとるんで。この間も。はじめちゃん、準備はええな。ああ、いつでも行ける。よっしゃ、行くで。毎度おきに、ご存知新選組やで。 今からぶっ殺しに行くでお前ら。
Shoot!
お前が戦国虎の城だな。待ってくれ、切らんでくれや。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、屯所まで来てもらう。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国は。なんや、遅いやないか、起きた。どういうことだ。さて、どういうことやと思う。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだと。そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。はなっからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた。さあな、新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。芹沢かももそや。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、街中で大砲ぶっ放すわ、えらい無茶する人やったらしいけどな。戦国藩、町の噂当てにならんで。はあ、それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうゆんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらませ。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけどちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。何？ああ、起きたはん。そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん。はあ、起きた。ええ加減だ。あくりゃ、あっ、なんでや。起きた、お前聞いたことないか、
かも語るべからず。新選組の暗黙の規定や。せやからつい切ってもうた。さて、戦国藩の最後の質問。その答え、はじめちゃんには教えたろうが。なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男を追って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、リョーマちゃんや。
強なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。 おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんか。ああ、奴の剣が純粋な天然離心流だとすれば、 あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた。なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そら。 本物のお前と戦うためや。どうやった？久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。本間の名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。 せやから、はじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士。<笑>何でもあらへん。せやけど、ええもんやったやろ。坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。<笑>感謝しいや。
だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思うてな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで、はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かって。